はい、では今から、ピラティスのメソッドを取り入れたダンベルを使った腹筋のトレーニングをやっていきます。でやっていきましょうか。今ダンベルは3キロですね。3キロ使ってます。でいきましょう。手はフライみたいな感じですね。で手をフライしながら足も一緒に曲げていきます。でこれで体幹、コアの筋肉と、腹筋が鍛えられますので、できるだけ動作ゆっくりですね。ゆっくりして体の中心の腹筋を意識して、やっていきましょう。非常に地味なトレーニングですが、やってると結構プルプルしてきたりしてきついと思いますんで結構きついですね。じゃあ次、ちょっと今よりも重いダンベルでやってみましょうか。はい。筋トレやってるとやっぱり重い重さでやりたいっていう人が非常に多いんですが、その動作に適した、自分に合った重さでやらないと、鍛えたい部分は鍛えられません。じゃあ次5キロのちょっと重めのダンベルでやってみましょう。はい。重いですね。これだとコアトレというよりか普通にアウターマッスルを鍛えてるダンベルフライをやってるみたいな感じになってしまいますんで、これはちょっと、ピラティス的ではない、筋トレのような動きになってしまいます。なんでちょっと、できるマックスの重さじゃなくってコアをしっかり意識できる重さでやってみてください。はい、 OK です。あー、きつかった。一回止めたらいいですか。あ、はい。はい、では2つ目、さっきよりもちょっと難易度が高いやつをやっていきます。じゃあいきましょうか。足と手を一緒に上げていきます。角度は45度ぐらいですね。でさっきと同じくゆっくり動作をやっていきましょう。で上半身も少し浮かしていて、足も下までつけない状態ですね。ずっと上に浮いている状態、そうですね。適切な重量でやってますので、しっかりとコアが意識できると思います。これも意外ときついですね。そして肩の三角筋、肩の筋肉も結構 きつくなってくると思います。はい、次ちょっとこれも重いやつでやってみましょうか。はい。ああ、これ重いやつ聞きます。聞きそうですね、これは。聞きますね。今のちょっと5キロのダンベルでやると完全に三角筋のトレーニングになりますんで、ちょっと間違ったやり方として紹介します。じゃあ行きましょう。はい、はい、腹筋ももちろんきついんですけど肩がきついと。そうです、そうです。肩の筋トレとしてはいいかもしれないですね。これも自分に合った重さを探してやってみましょう。はい、OK です。ああ、いいタイミングだった。